西武バス、所沢営業所。西武バス、所沢営業所は、埼玉県所沢市、大和田市も藤が積み原705から1に位置する、西武バスの営業所である。所沢市を中心に、佐山市、川越市、新座市、埼玉市、富士見野市、富士見市、入間郡三好町と、東京都清瀬市、東村山市に、バス路線を有する。 2009年5月15日までは、所沢宿目546の4に位置しており、所沢駅東口にある西武バス本社に最も近い営業所だった。2009年5月15日までの営業所は、所沢駅東口近くにあり、西武バス本社にも近かった。だが駅と営業所を結ぶ道路が境界で、危険な状態である上、 営業所も手狭で、駅前の再開発の計画もあり、所沢しか淵内、池袋ホールを前に移転した。これに伴い、所沢大宮線は、大宮が担当から外れ、新所沢川越線が、川越営業所から所沢に移管されなどの再編があった。なお、旧、所沢営業所に関しては、詰所のあったところ一帯のエリアは、折り返し場や、 西武タクシーの一時待機場として、現在も使用。道路を隔てた車庫だった部分は、ファミリーマートができたなどの変化が見られる。所沢市内の一区間は、ワンコインバス、大人100円扱い。西武不動産グループが開発した松が、岡地区、一戸建て住宅への足として、当初は、所沢駅西武松が岡、現、松が、岡中央が開通した。 平成のバブル景気と相まって、遊園地号、所沢駅西部園遊園地が、専用塗装の4台で運用されていたが、1999年に廃止された。しかし、遊園地号の経路が、西部園駅への新たな足として見直され、ところ18を、現、西部園駅までの運行区間とし、国分寺駅方面への足、中央本線利用者の顧客発掘に一役買っている。 これらは、西部園付近にある施設への来場者の足としての、利用価値向上に大きく貢献している。道路環境の関係で、中型車のみの運行となっている。かつて、久米市と名乗る豪族が繁栄した地の一部で、水天宮、秘伝所跡、久米川、柳瀬川などに歴史を感じさせる伝説が数多く、残されている。当初は、所20、パークタウン循環線として、 運行を開始した。住民の通勤通学目的のほか、沿線にある防衛医科大学校病院や国立障害者リハビリテーションセンターへの足としても利用されてた。並木通り団地の本格分譲や道路整備が実施されると、ところ20から1が開通。こちらも沿線の住民の足としてだけではなく、沿線にある埼玉県立所沢中央高等学校への 足としても活躍した。1987年5月28日の航空公園駅開業により、ところ20が廃止されて、ところ20から3が新設された。この頃から航空公園駅近くに、所沢市役所、所沢郵便局、文化センター、公共職業安定所、所沢警察署、所沢簡易裁判所や、 労働基準監督署などをはじめとした観光庁が駅周辺に集まってくるようになったため、統計等のほかに航空公園駅発着便が各観光庁への足とて徴用されていく。2015年11月16日のダイヤ改正により航空公園駅所沢ニュータウン並木通り団地線は廃止、ところ20から3と同流との深夜バスが設定、増改された。 ところ20から1は、徐々に運行回数を減らし、2015年11月16日のダイヤ改正で、休日が運休になった。O34 は、西武バス最長路線、23.95km。2009年5月15日までは、大宮営業所との共管路線だったが、所沢営業所の単独担当となった。かつて、 ところ駅西口発着だった名残からか、他のところざあ駅拳団地方面の路線とは異なり、市民医療センターを通過して再び、拳団地方面行きバスと合流していたが、2013年3月16日以降は、新安妻橋経由で運行されている。ところ58から1は、大34の区間便で、かつては、ところ58。 ところざわ駅東口上福岡駅入口、福岡高校入口の運行だったが、後に、ところ58から1、ところざわ駅東口八軒家の枝番系統区間便のみになり、2006年4月1日より、上福岡駅西口まで延長した。かつて、ところ58から2、ところざわ駅東口から新東橋、並木鳥り団地入口線として運行されていた。 系統は2014年11月16日にところ61として所山営業所まで延伸しところ58から2は同日付で廃止となった同様に道路線の出入小便であるが現所58から2とは無関係2016年3月26日のダイヤ改正で534は日中の1往復に削減第からを 廃止、代わりに、ところ58から2を、中富市発で、上福岡駅、西口港として、設定、早朝1回のみ、ところ58から1を、増改。2019年3月16日、中並木バス停と、西上小町バス停、ところ沢駅行き方向のみ、の移設、並木公園バス停の新設と、並木中バス停の廃止が行われ、並木中と、 中並木の紛らわしさが解消された。2019年6月3日より、ところ61深夜バスが運行開始された。かつては国際工業バスと共同運行で、ところ式浦和駅へと運行していた路線が、式で分断されて、現在に至る。2008年7月16日より、清市61、志こ33などとともに、沿線の 三県電機本社停留所が新座敷中央総合病院へ名称変更された。ところ52から1並びに、ところ55は、ところ52をサポートする形で、ダイヤが組まれ、ところ沢駅、ところ沢市東部地区と武蔵野線との利便性向上を図っている。2017年11月1日より、 所沢駅東口から東所沢駅間の深夜バスが運行開始を始めた。かつての所53は、所沢駅東口から東所沢駅、エステシティ所沢、秩父学園入口を経由して、所沢駅東口に戻る循環路線であったが、路線再編で、所53から2と共に廃止され、現行の所53から1のエステシティ方面町1本、 所沢駅方面夕方1本のみが残された。所沢車検場を経由するところ59も、運行本数が少なく、平日は、朝夕のみの運行であるが、土休日は、昼間の運行も設定されている。所沢駅東口から新東橋を経由して、航空公園駅に立ち寄り、折り返し学園2を一直線に走行して、エステ式所沢に向かう路線が、ところ57で、 秩父学園入口航空公園駅は2回通過する。区間便として、ところ56-01が設定されている。所沢駅東口と清瀬駅北口の間を結ぶ路線。清瀬駅あたご3間は、小金井街道、東京都道、埼玉県道24号練馬所沢線を走行し、所沢駅安松間は、東所沢駅方面への 各系統と並走する。所沢市南東部、西部グリーンヒルから、清瀬駅への足としても機能しており、運行本数は、終日にわたり1時間に3本以上ある。久し11は、新零一全省園清瀬駅南口、清瀬営業所時代に、廃止と共に、清瀬営業所担当の路線であった。所沢営業所へ移管され、西部発のリフト付け停車をバスが、 滝山営業所に配属された関係もり、1995年前後の数年間を所沢滝山教官とした経緯がある。沿線に多くの病院や医療施設があることから、所沢営業所管内でも本数が多い路線の一つ。久し11から2は新秋津駅周辺整備事業の完成によって新設され、同時に久し11から1も新秋津駅経由となるが、 ところ46は新秋津駅に乗り入れない。日差し11から1は新秋津駅経由となる前、1992年から1995年頃まで、1時間に数本運行されていたが、日差し11から2の新設、その後新秋津駅近くに乗務員休憩所が新設された関係で、ところ46と同様出入庫系統ダイヤとなってしまった。ところ十六の前身は、 かつて、所沢街道経由で、所沢駅、全商園田梨駅間にて運行されていた他46系統で、全商園止まりに、短縮の後、清瀬駅まで延長、出入頃線と化した経緯がある。2006年6月5日から2010年3月31日の間、久米川駅行きバスに限り、西部新宿線、久米川駅脇の踏切対策のため、 久米川駅北口公社場、公社専用停留所が設けられた。さらに同駅北口ロータリー完成により、2010年4月1日から北口発着に変更された。2015年11月16日のダイヤ改正で、平日深夜帯に日差し11から1深夜バスが1本設定された。新所沢駅からの路線は、 元は新所沢駅西口のターミナル発着だったが、駅東口のロータリー整備により1987年9月10日から東口発となっている。2007年3月16日より、新所沢本川越駅線と共にパイオニア前、停留所が所沢整備工場へと名称変更され、さらに2009年5月16日に、 所沢整備工場も営業所内に移転に伴い、花園に土名所を変更された。2015年11月16日のダイヤ改正により、航空公園駅新営小学校前、所沢ニュータウン並木通り団地線は廃止され、所沢ニュータウンパークタウン並木通り団地への深夜の足は、それぞれのニーズに合わせられた。初代深夜バス、航空公園駅新営小学校。 所沢ニュータウン並木通り団地は、航空公園駅を出た後、並木通りを通信し、新名小学校経由で並木通り団地へ向かっていた。2009年5月16日、川越営業所より監された。昭和60年代に新所沢駅東口及び、周辺の再開発が進行するまで、踏切を渡った駅西口発着であった。新書令2から1。 本号十五は出入コ路線。校舎は本号十一を移管と同時に所沢営業所発着に延伸したもの。2009年5月16日より所沢営業所整備工場の移転に伴い池袋放浪前が西武バス所沢営業所整備工場が花園へと名称変更された。川越駅西口から本川越駅、狭山市内の一区間はワンコインバス。 大人一乗車100円扱いである。ただし、くぬぎ山東洋院駅前は、さやま市だが180円区間となっている。上赤坂では、これ一南古い企業に乗り換え可能である。川越市内において、例年10月に行われる川越祭り開催時の際、東営業所管轄路線の本55系統が臨時増発。 増発分本55系統の縦駅ダイヤ分の本55新書例2系統ともに川越駅西口から本川越駅間は終日運休川越駅西口で折り返しとなる。開設当初は所沢営業所担当だったが川越営業所へ移管の後2009年5月16日に新書例2とともに所沢へ戻された。 元は新所沢駅西口発着で、狭山市内の一区間はワンコインバス大人一乗100円扱いである。1984年に開通した路線で、センターラインはあるものの路側帯が未整備だったり、カーブミラーや街灯が十分に整備されているとは言えなかったりする区間を運行する路線。当初は中型車で運行されていたが、現在は大型車で運行されている。 急坂のため、ワンステップ車の運行が基本。当初、西武自動車、当時が学生と教職員専用に北の天神経由で運行していた路線であった。所沢入間バイパス工事の一部整備事業の進捗に伴い、一般客も利用できる路線バスを正式経由の新路線として営業を始めた。大学登校日や休校日に合わせたダイヤが、 特徴だったが、関係者輸送の一部を再度、西部総合企画担当としたため、現在は一般ダイヤとなっている。当営業所では、以下の空港連絡バスを運行している。定時運行が難しくなったために廃止。所十七と同じルートを、所沢市内循環バスが走行しているが、本数は少ない。新座営業所に再館を十四から一は、 所沢営業所が下富に移転と同時に新設した出航路線。早朝の大宮駅行き1回のみ運行であった。2016年3月26日改正で廃止、上福岡駅西口までのところ58の2に変更された。初年度の2013年に京成バスに貸し出されたことはあるが、以降は立川営業所の A2 から875号車が、 貸し出されているため、所沢営業所の幕張地区運行は1年目のみ。伊藤工事、西武バス系統一覧、1992年12月24日、現在1993年、完売。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。